ドリーム山形里山プロジェクトが企画したこのイベント、村上市や胎内市などから特別支援学校の児童や就労支援の利用者ら18人が参加し、カヤックや水上自転車など海のアクティビティを楽しみました。漕ぐのが大変でした。先輩、海はよく行くんですか？いや、あんまり行きませんね。いや、めっちゃ楽しいです。楽しいです。カヤックとか、なんか自転車、なんか初めての経験なんですけど、でもすごく満喫しています。参加者はライフジャケットを身につけ、就労支援施設などのスタッフおよそ20人が安全を守ります。この近くでこの綺麗な海で遊べるっていうことがなかなか普段やっぱりできない対象の、特に子どもたちなどが楽しくね、今もね、笑顔で今包まれるような時間っていうのは、かけがえのないものになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ドリーム山形里山プロジェクトでは、障害があっても楽しめる海のイベントを今後も企画していくということです。